マ二千三百2 3 7 2イファイはモバイル Wi-Fi ホットスポットとして機能するノーバテルワイヤレスによって生産されたコンパクトなモバイル Wi-Fi ルーターである。2014年3月31日をもって経営資産を集中するためサービスを終了した。マイファイは携帯電話網に接続してパソコンや PDA、 ゲーム機などの Wi-Fi デバイスに接続することによって半径10メートルほどの端末でデータ通信が利用可能となる。最初の w i f i デバイスは2009年5月に米国でノーバテルワイヤレス1によって発表され、そしてノーバテルは米国で w i f i ブランド名の登録商標を所有している。またノ o v a t e i f i はオランダ、スペイン、ポルトガル、ドイツ、 ポーランド、ルーマニア、ハンガリー、スロベニア、カタール、クウェート、ニュージーランド、シンガポール、タイ、日本、南アフリカ、プエルトリコ、及びメキシコで売り出されている。日本ではインターコミュニケーションズと A2 ネットワークのフォーマ、ハイスピードモーなどを使った MVNO サービスとして提供されている。また、端末単体で販売も行っており、 これらの企業以外のオンラインサイトで購入可能なものもある。ただし、技的マークのないものは日本国内では法的に使用できない。上述の2社が提供している北米向けのイ i f i 2372の場合、3G 方式の場合の周波数帯は800、850、1900、2100MHz が利用可能で、 NTT ドコモのフォーマープラスエリアなども利用が可能となる。また、通信速度は最大下り 7.2Mbps、上り最大 5.76Mbps が利用可能となる。通じ方式では GSM クワットバンドによる GPRS が利用可能となる。欧州向けとしているイファイ2352の場合、 3G 方式の場合の周波数帯は900、1900、2100MHz が利用可能で NTT ドコモのフォーマープラスエリアの利用はできない。また、通信速度は最大下り 7.2Mbps、上り最大 5.76Mbps が利用可能となる。なお、GSM については2372同様、クワットバンドによる GPRS に対応。 上記2種はソフトバンクモバイルのネットワークでも利用可能だが定額の適用対象外となるため注意が必要。e モバイルの EM チップは MiFi 端末自体がバンド級に対応していないため同社ネットワークでの利用は不可となっている。このほか、CDMA2000 方式の MiFi2200 もあり EV DoLevA の通信に対応している。 周波数帯は800、1900MHz 帯に対応している。また、通信速度は最大下り 3.1Mbps、上り最大 1.8Mbps が利用可能となる。ありがとうございます。